こんにちは、ザキツカです。今日は静岡県にあるキャンプ場の金丸山キャンプ場に来てます。いやー、すごい道でしたね。細い、まあ舗装はされてるから走りやすかったけど、両脇から草がすごい生えてる道で、結構来るの大変だったな。で、ここが金丸山ですね。金丸山キャンプ場がここの階段を登ったところにありますね。そして駐車場は、なんか駐車場だけは綺麗になってますね。アスファルトでね、結構15台20台ぐらい止められる広い駐車場ですね。なんかサンダル脱ぎっぱなしで帰っちゃった人いるみたいだね。今ここですね。で、炊飯とキャンプ場、避難所、あずま屋があって、で、山を越えると大使広場っていう大使堂がありますね。こっち側は車が入れないだけでこっち側行けるのかな。歩いて行けますね。金丸山キャンプ場に行ってみましょう。芝生ゾーン、ずいぶん斜傾地ですね。ここにテントを張ることができます。椅子、テーブルが4つ5つぐらいありますね。広いなぁ、ずいぶん広いです。あそこに東屋がありますね。あれが炊事棟かな。炊事棟までちょっと行ってみますか。芝生広いけど斜めってるなぁ、ずいぶん斜めってる。見えてきました。あれはトイレですね。この炊飯棟でご飯作れますね。牡蠣を使用するときは炊飯棟をお使いください。この水は飲めません。かまどがありますね。かまどが右と左に3つずつありますね。全部で6個あるのかな。水道も結構いっぱいありますね。ちょっとトイレ見てみますか。水洗トイレですね。普通の公衆トイレです。で、炊飯棟からちょっと登ったところかな。あずま屋、広いな。大きなあずま屋がありますね。ここは、おお、ただの大きなあずま屋である。夏季厳禁、雨が降ったらここで雨宿りできますね。謎のお札が貼ってありますね。何かの儀式がここで行われた可能性がありますね。山奥だからな。階段登ったところにね、なんか展望台チックな場所がありますけど、お地蔵さん？展望台チックな場所がありますね。見晴らしがとてもいいはずなんですけど、ガスってて何も見えません。なんか相当霧が出てきたな。以上、金丸山キャンプ場でした。またねー。